アリ・ラ・ハバリは、アレクサンダー・ラ・ハバリの名で、世界的に著名なイラン出身の指揮者。作曲家としても活動している。ペルシア語では、オーリー・ロブリー、アリー・ラ・フバリー。イラン国立音楽院で、バイオリンと作曲を学ぶ。17歳で、恩師補正院でフラビーの指揮する、芸術賞還元楽団の主席バイオリニストに、選ばれる。国立音楽院を卒業後、イラン文化芸術賞より、 奨学金を得て、オーストリアに留学。ウィーン音楽アカデミーで、ゴットフリート・フォン・アイネム、ハンス・スワロフスキー、カール・エス・ター・ライヒャーラに指示。それから数ヶ月後に、イランに帰国し、1973年に、ペルシア国立音楽院院長に就任し、1974年から1977年まで、テヘラン音楽院院長を務めた。この間に、 イランの新進気鋭の音楽家と共同で青少年オーケストラを設立、その音楽監督と就寝指揮者に着任。テヘライ公共楽団やイラン国立、放送室内還元楽団、テヘライ歌劇場還元楽団を指揮した。1977年に再びと同年にフランスのブザンソン指揮者コンクールの覇者となり、1978年には、 国際ジュネーブ式コンクールで銀メダルを獲得。同年、ニュルンベルク公共楽団を指揮して、ペルシャの公共詩スムホニシャ軸ンギ銀ンアオスペルジアンと題した3枚組の LP を発表、自作を含む6人のイラン出身の作曲家による還元楽曲を録音した。1979年は招かれてベルリンフィルハーモニー還元楽団を指揮。 生涯で最も重大な転機となる。1980年にザルツブルク音楽祭ではヘルベルト・フォンカラヤンの助手を務めた。1988年から1996年までブルッセルの BRTN フィルハーモニー還元楽団の主席指揮者を務め、人気中にディスカバーレーベルを設立して、数々の重要な録音を残すとともに、数々の無名ながら実力ある。 演奏家を発掘、また、メジャーレーベルから廃盤となった作品の復活にも取り組んだ。ディスカバーレーベルにおける、ベルギー BRTN フィルトの録音は、キングレコードにより、エヴァンゲリオンクラシックシリーズの音源に転用された。現在は、ザグレブフィルハーモニー管弦楽団の音楽監督に就任している。また、ベルギー BRTN フィル退任後の年には、 イラン革命によって欧米に亡命したペルシャ人演奏家を結集してペルシャ国際フィルハーモニー管弦楽団を創設した姉妹のソーレラハバリはサクソフォーン奏者。ありがとうございます。